サムライジャパン、マイアミでショッピングを楽しむ。ジュエリーショップの店長がインスタに監視カメラの映像を投稿してて草。一目でわかる山川。山川お目目キラキラで草。楽しそう。大城興味なさそう。大城なんか草生える。その後山川ら宝石商のおっちゃんと仲良くなる。草。わろた。何仲良くなってんだよ。そして宝石商のおっちゃんの車に乗っけてもらう。どういう展開？何があったんや？草、どういう流れでこうなんねん？陽キャ。ガチで陽キャやな。メキシコに連れ去られそう。やっぱすげえわ陽キャだな野球選手は。山川の誰でも仲良くなっちゃうコミュニケーション能力、すごく羨ましい。